皆さんこんにちは、ユビーズ東北センターのフジャンです。さあ皆さん、今日も元気に指人形集めていますでしょうか？僕も相変わらず指人形を集めまくってるんですけれども、まあありがたいことにですね、ユビーズの動画もだんだん再生回数も増えてきまして、でコメントもね多くいただけるようになりまして、皆さんだんだん指人形に関心を持たれているのかなというふうに思うんですけども、これからもね指人形を集めている方もそうでない方にも興味を持ってもらえるようなね最高な動画を我々ユビーズは作っていきたいと思っております。さあそんな我々ユビーズに今回もありがたいツイートをいただきました。ちょっとねいいネタになりますねこれは。さあご紹介しましょう。この方ね名前すごいですね。天才物理学者になりたいさん。天才物理学者僕もなりたいですね。こういう違いもいいよねということで、ファイズの指人形の違いについてこのようにツイートされておりますが、皆さんこの2つの違いわかるでしょうか？勘のいい人ならすぐわかると思うんですが、僕も手元に今現物があるんでご紹介したいと思うんですけど、この右がこの間のジオウたちもラインナップされて話題を呼んだ平成仮面ライダーキッズ、それにラインナップされてたファイズなんですが、左がこれはカブトの時に登場したファイズの指人形ですね。どちらも同じ型なんですけど、指人形っていうのは歴史が長いので、このように再販された時にですね若干塗装が変化してたりとか、他にも成形色が変化してたりとか、そういった微妙な違いを、出してるものがね多々あるんですけど、このファイズの大きな変化というと目の塗装なんじゃないでしょうかね。時代の流れもありますので、当然塗装がこのように省略されている部分もあるんですけど、大きな違いは目ですよね。左はこの黄色の塗装でベタ塗りされてるんですけど、右はちょっとゴールドな塗装で、劇中のマスクの印象はどちらかというと右の方が近いのかなとも思うんですけど、僕はね左の方が好きですね。ファイズとか牙に関してはこのような黄色のベタ塗りが一番かっこいいなというふうに思います。なんかねもうちょっとリアルなスケールフィギュアとかアーツとかね、ああいうのだったらわかるんですけど、でも指人形なのでこのゆるさっていうのを出すためには、この黄色が一番ベタ塗りがね、この黄色のベタ塗りが一番指人形らしくていいかなと、そういうふうに思ってるので、どちらかというと左の方が好きですけどね。右が好きだっていう方も当然いらっしゃると思います。右は右でこのゴールドでかっこいいので、劇中の印象に近い方が好きなんだって方にとってはこの右は最高だと思いますね。こういった風にいろいろな違いがあるので、そこも集めてて楽しいポイントなんですけど、ここにねこの塗装の違いとかまで集め出すと本当にこれ沼なので、僕はねあまりそこに重きを置いていないんですけど、でもいろいろ買ってるとね必然的にそういった違いがあるものとかもね揃っていくので、今日は僕が持っている中で、そういった塗装の違いなど結構大胆な違いがあるものとかをね紹介していきたいんですけど、まあそうですね、何からいきましょうか。ちょっとあまりにも指人形の在庫が多いので見つけられなかったものもあるんですけど、だから本当に今回ねちょっと一部だけなんですけども、じゃあまずはちょっと簡単なところからいきましょうか。例えばこのウルトラマンダイナとか、これ分かりやすいと思うんですけど、目の塗装色が違いますよね。これが大きな違いだと思うんですけど、まあ、それから他にもねいろいろ若干の変化はあるんですけど、こういった感じでですね塗装の色が違うだけでこれだけ印象が変わるっていう、このね指人形の奥の深さ、これがねまた楽しめるポイントの一つなんですけど、他にもですね、例えば怪獣とかもそういうのが多いですよね。これグランドキングなんですけど、このようにお腹の塗装とかね全体的にちょっと左の方が暗めかなと思いますけども、ちょっと大人っぽくてなんか渋くてかっこいいですねこの左もね。こういった違いなどありますけど、それからね今回の仮面ライダーキッズとかも、このガイムが今回再販されたガイムで、こっちの右がガイム放送当時に発売されたライダーキッズの方なんですけど、この違い皆さんわかるでしょうか？
一見塗装箇所など同じように見えると思うんですけど、これの大きな違いっていうのはね、ツヤありかツヤなしかっていうところなんですよ。この違いは肉眼で見ると結構大きくて、僕はこの今回出たツヤありの方がもうお気に入りなんで、こっちの方を飾ってるんですけど、やっぱり指人形はツヤありの方がいいでしょうっていうのが僕の持論なんですけど、でツヤなしの方がちょっとシックでかっこいいなって思われる方も当然いらっしゃると思うのでね。でもなんか実際のそのスーツとかもツヤツヤしてますよね。だからこっちの方が劇中の印象に近いと思うんですけど、ね、人の好みというのは本当それぞれなので、自分の好きな方をぜひ集めていただければなと思います。さあこれはちょっと分かりにくいかな。これもね、大きな違いはやっぱり目の色なんですけど、完全な左は乳白色なんですけど、左はちょっとだけ黄色っぽいですね。ちょっとクリーム色に近いという感じなんですけど、これは僕はこの右の乳白色が一番好きですね。こういった違いもあるんですけど、それから、そうですね、こんなネフィラス星人とか、このように成型色がガツリと変わるっていうパターンもあって、こういうのは面白いですよね。顔の塗装の箇所とか色とかも異なっているんですけど、やっぱりこういう成型色が変わると印象がここまで違うのかと。もうこういった違いもね、集め始めると本当にキリがないんで、ちょっと危険な世界ですよね。で、僕が他にもおすすめしたいのはこれとかで、ゴーですとか、これもね、ここまで印象が変わるかと。どっちかというとそうだな、僕はいや、これはちょっと選べないですね、どっちが好きかって。まあ、右もいいんですけど、ちょっとね、これ魅力的すぎて好みがこっちは選べないですね。それから僕が一番おすすめしたいのがやっぱりこのゼットン2代目かな。あの他にもね、ちゃんと劇中のカラーリングを再現した他のあの黒いバージョンとかもあるんですけど、僕この紫のゼットン2代目が一番好きで、これあの探してね手に入れたんですけど、この左のバージョンとか比べるとこれすごいですよね。ここまで違うんかと。まあおそらくこのカラーリングになったのは初代ゼットンとの区別をつけるためだと思うんですけど、それにしてもすごいな、ここまで変えちゃうか、もう全く別物ですよね。これはちょっと素敵すぎるよね。はい、こんな大胆な違いもあります。あと最近のキャラクターなんですけど、ゼロのようなこういった近年のキャラクターでもすでにこういった塗装省略がもう進行しているようで、他のキャラクターもねだんだん塗られてる箇所が減ってるみたいなんですけど、ちょっとねそういった比較とかはまだしてないんであんまり分かってないんですけど、なので今買うとちょっと色の少ないバージョンになってしまうかなと思いますけど、造形がいいのでね、このように気にならない方は気にならないんじゃないかと思います。でもね、聞いた情報によると指人形って未だに手塗りでなんか塗装されてるっていう聞いたんですけど、やっぱりそういう伝統的なアナログな手法を使ってるからでしょうね。やっぱ人がみんな顔が違うように指人形もそれぞれ細かな違いがあるんですが、そんな中でも激レアな一品を紹介したいと思います。こちらです。ウルトラマン X、 みんな大好きウルトラマン X、 X のシルバーバージョンですかと一瞬思われるかもしれないですけど、じゃじゃじゃん、これは僕は個人的にウルトラマン X 返り血バージョンと呼んでるんですが、このように真っ赤な鮮血が顔を中心に飛び散っておりますが、
何があったんでしょうね。こういったね、塗装ミスみたいなものもあるんですよ。これはウルトラマンショップの神戸の、店舗でですね、発見しまして、思わずもう飛びついて買ってしまいまして、店員さんにもこれでいいんでしょうかっていう風にね言われたんですけど、はい、これだから買うんですっていう感じでね、ドヤ顔で買って帰りましたけど、これはちょっとレアすぎますよね。どんな指人形よりもレアだと思います。これは世界に1個しかないでしょう。これが店舗に弾かれずに並んだっていう事実もすごいですし、そしてこれと僕が出会ったというこの奇跡も、これもまた素晴らしい。よくぞ我が家にやってきてくれたと本当に感謝してます。これはすごいですね。あとこれはね、意外とそこまでレアっていうほどでもないんですけど、ウルトラマンコスモスのフューチャーモードの指人形なんですが、通常のフューチャーモードの指人形はこの手の先がですね青色なんですけど、これは本当の初期のフューチャーモードがまだ出たばっかりの時に、最初に発売された時のフューチャーモードなんですが、このように塗装がね、手の先がね、この銀色なんですよ。これはエラー品というわけではなくて、最初の塗装がこういうものだったので、エラーとは違うと思うんですけど、なんかソフビとかもそういうのありますよね。なんか初期生産分とかが若干塗装違ってたりとか、そういうパターンの一つなんですけど、僕は通常のフューチャーモードよりね、この銀の方がなんか好きなんで、これが気に入っちゃってるんで、通常版未だに買ってないんですけど、こういったものもありますね。指人形って奥が深いでしょ。こういった違いまでもう探し出しちゃうともう抜け出せないですから、ちょっとそこはねほどほどにセーブしながら集めていただければと思います。はい、というわけで今回はですね、指人形の、再販した時のねバージョンの違いとか、いろんなそういった違いなどをいろいろご紹介したんですけど、どうでしょう、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。今回ご紹介したのは本当のごく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 一部なんですけども、今後も何か機会があればですね、パート2パート3といろいろ撮っていきたいと思いますので、ぜひ、楽しみにしていただければなと思います。はい、というわけでまた次回の動画もお楽しみに。東北支部のフジャンでした。さよなら。